そういうわけでみんな元気しちゃってる。桃井かおりです。今日は清水ミチコそっくりにメイクしてみた。だから普通にあの人に桃井がモノマネされてるみたいになっちゃってるんじゃないの。逆に今日はロスから撮影しています。こっちの時間はさ、ちょっとさっきからあんた何なの、誰なの。大竹しのぶです。私も清水ミチコさんメイクをしてきたんです。我ながらそっくりだって思う。ややこしいことしないでくれるね。やだ、清水ミチコメイクがかぶっちゃったなんて流行ってるのかな今。うん、多分そうだと思う。やだじゃないわよ、流行ってないし。あんたさ、もともと女優っていう仕事だって私とかぶっちゃってるわけでしょ。私のモノマネしてカウントマウント取るのやめてほしいんだけど。マウントのことカウントって言い間違えた。桃井さんだって私のゆっくり喋るテンポのモノマネしてるじゃないですか、昔から。あ、よく言うわね桃井さん。そこまで遅くないわよあんたほど。多分私の方が全然ゆっくりしてると思います。私今早口なのよ。これでも私の方が普段遅いわよ。しかも私本気でお芝居に入ったら桃井さんの役できると思うんです。いい、私なんかさ簡単にそういう大竹しのぶのモノマネなんかできるわけ。何でも女優やってるんだから。私この間オリンピックに出ちゃったんです。出たことあります。閉会式でしょ、あれ何だったわけ。私もよく分かんないけど、でも選ばれたのは私なんですよ、ね、大竹しのぶを演じるとしたらさ、こんな感じよね。私さんまさんの慰謝料2億円しかもらってない。ひどい。正確に完全ほらそっくり。正確には3億円しかもらってないんです。ひどいと思います。じゃあ入りますね。あのさ、私映画監督やってるじゃない、使ってあげようか、しのぶちゃんのこと。今度早くだけどね。今張り込んでた自分ってやっぱりお芝居すごいって思ってるって思ってる大竹しのぶです。どう、日本で一番日本で一番うまいのは私も思うよね。ちょっといい加減にしない、もう戻っちゃうよ元に。戻らなくなっちゃったの。本当だ本当。どうしよう、どうしたらいい。